今朝、人類の長い歴史の中で初めてのことが起きた。太陽が昇らなかった。ベックスのシミュレーションで果てなき夜がシティを飲み込んだらしい。オシリスと私が思い浮かんだのはただ一人だった。ミスラックス、彼は自らを最後の聖なるスプライサー、機械と話すものだと言っているそうだ。彼を探せ、ガーディアン。ベックスより先に。ベックスのネットワークへの入り口を接合するな。お前を導くことはできるが、一緒についていくことはできない。中に入ったら、お前一人で進まねばならない。光を集めて戦いに備えろ。